とにかく物事はなんかこう悲観的に捉えない感じ、なんかこう私だったらこうはーってなってしまうようなことでも、弟は結構なんかこう平然と構えているというか、なんかそういうのは思います。なんかざっくり言うとやっぱりなんかこう優しいなって思うところが多くて、私が名古屋が職場なんですけど、ちょっとこう用事で来る時でもなかなか休憩が取れないのでパッて食べれるものを持ってきてくれたりとか、気遣いができたりとかっていうのはさりげなくこうやってくれるなっていうのは思います。スーツの肩パッドが時代を感じませんか？そう小学校の時はなんか何かの詩で、笑ってる時はクマのぬいぐるみみたいだけど怒ってると鬼みたいっていう、そういう詩を書いて、それがなぜか入選したっていうのを妹がずっと私に言うんですけど、全然覚えてなくて、おそらくそれが私の小さい時の妹の印象で、大人になってからは、私は大学から東京に出ているので時々帰省した時に会うぐらいなんですけど、当時のことを思うとすごい、こんなにいつの間にか自立しちゃったんだなというか、考え方もしっかりしてるし、言うこともしっかりして、すごい頼もしくなったなっていう印象です。ポーズ取ってる。あらクマがついとる。ハッピーバースデーって書いてる。ありがとう。ありがとうございます。すごい。本当すごい。可愛い。すごい。歌えるの？これが流れ星。まあいろいろこれから子供が授かり子育てまた育っていくという中に、その時その時の思い出をいろいろ作っていってほしいなと思います。おばあさんが離れたところに暮らしているんですけれども、月に1回実家に帰ってくるごとにちゃんとおばあさんのところの顔を見せてくれて、会いに行ってくれているので、本当に家族の思いな優しい子になってくれたなっていうのを思っています。そうですね、一番思い出されるのは小学校に上がる時に書道教室に連れて行きました。それで先生が漢数字の1を書かせた時に、ものすごい力強い数字を書いたらしくて、とも子さんっていうのはすごく言葉数も少ないし、おとなしいし柔らかい感じだけど、字を見ると意志のしっかりしたお子さんですねって言われた時に、初めてあ、この子ってそういうところがあるんだな、一番最初に感じたのはそれでした。This moment I can't believe that you're holding my heart as I'm holding your hand. Now I'm standing right here. This moment will last a lifetime. This place right here where heaven meets earth and This is the start of forever.自分の人生を振り返って、お互いに何でも言い合える夫婦を築いていってほしいなって。確かに今まで違った環境で育ってきたわけだから、当然ぶつかり合ったり考え方が違って相手の言うこと理解できないこともあるだろうと思いますけども、やっぱりとにかくそれでもいいから、ぶつかっても喧嘩してもいいから、とにかく自分の思ったことを言い合える、そういった夫婦になってほしいと思ってます。Now I'm standing right here. In this moment, I can't believe that you're holding my heart as I'm holding your hand. 末永くいろいろな思い出作って頑張ってほしいと思います。やっぱりこれから新しい家族が増えるということで、そちらの家族の方とも仲良く一緒に過ごしていってもらえたらと思っています。成人してからは普通の女性ではおとなしいかなって思ってたんですけれども、それでもちゃんと自分の道を切り開いてくれてて、私の中ではその最初のその書道の思い出がすごくあります。どんな大変なことあっても、これは困ったなと思っても、無理にでもやっぱり笑って夫を支えていってほしいなと思います。Now we're standing right here. Now I'm standing right here. In this moment I can't believe that you're. 父さん母さん今日まで、ここまで大きく育ててくれてありがとうございます。これからはですね、ともちゃんと一緒に2人で幸せになれるように頑張っていくんですが、これからですね、岡田家と岡田家だけじゃなく田中家も含めですね、皆さんと協力し合いながら、長く楽しくしていきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。お父さんお母さん、私がいつも帰るお家はいつも温かくて、ただいまって言えばおかえりって言ってくれるお母さんがいたり、帰りが遅い日にはお父さんはいつも迎えに来てくれたり、本当に大切に育ててもらいました。これからはお父さんお母さん自身の体を大事にして楽しく過ごしてください。これからもよろしくお願いします。